おはようございます。伊沢拓磨です。綺麗な青空が広がる午前8時、僕が向かっているのは羽田空港。今回の Vlog では ANA で行く山形庄内2泊3日の旅をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。はい、今回はですね、ANA 山形庄内さんから、コラボの依頼をいただきまして、なんとこれから庄内2泊3日の旅に行っていきたいと思います。はい、自分でこのしおりも作りましてですね、いろいろ調べて、もう事前準備はバッチリでございます。自分は宮城県出身なんですけど、今回庄内に行くのは初めてなので、めちゃくちゃワクワクしてます。そして久しぶりのじゃん、飛行機でございます。いやー、テンション上がりますね。これ天気もいいし、いい旅になりそうな予感がしております。ではではでは、行ってまいります。搭乗手続きも一段落ついたので、初めての空港ラウンジに来てみました。充実したドリンクコーナー、朝の寝ぼけた脳みそにアイスコーヒーが染み渡ります。小腹が減ったのでフライト前におやつを。こちらは国産牛を使ったいわば和食なので、実質ゼロカロリーでございます。いただきます。柔らかいお肉とお米の相性は間違いなしです。とっても美味しかったです。さあ、腹ごしらえも済ませ、いよいよ出発。イエイ、行ってきます。機内では自作のしおりを眺めながら予習。修学旅行みたいでワクワクしますね。そうこうしているとあっという間に田園風景が広がってきました。お、羽も期待で震えていますね。期待だけに。そして東京を立って約1時間、待ちに待った庄内空港に到着しました。着きました。美味しい庄内空港。あ、豆うさ、隠れ豆うさ、いっけ。まだいっぱいいるんじゃないですか、隠れ豆ゆうさんが。あ、隠れ豆ゆうさん見て。これは思ったより嘘。豆ゆうさん、じゃん、庄内空港のマスコットキャラクター豆ゆうさです。こちらはピッコロと見せかけてダラチャさんでした。こんにちは。記念スタンプを見つけたので押してみます。かわいい。ぜひ皆さんも庄内へ訪れた際には記念にお持ち帰りください。庄内空港2階にはお土産売り場があり、だらちゃ豆をはじめとした庄内の美味しいものを買うことができます。3階には庄内発祥のとんかつ屋さん、平田牧場があります。ちなみにこちらの熱々のとんかつ弁当は CA さんの間でも大人気だそうです。同じフロアにあるこちらの休憩所では高級家具メーカーフィンユール社の椅子でくつろぐことができます。おしゃれ。はい、ということで庄内空港到着いたしました。羽田から約1時間だったんですけれども、実際フライトしてる時間は、30分40分ぐらいかな。本当にあっという間に着きました。これからですね、今日はカフェとか水族館とか、綺麗なホテルとかいろいろ回りたいと思います。
はい、楽しみです。見てください、この、のどかな景色。ね、いいですね。はい、では、今日一日楽しみたいと思います。行ってきます。庄内空港から鶴岡市内へは、車で約30分。青い空と緑の田畑に囲まれたのどかな景色を走っていき、本日最初の目的地へ到着。昨年11月にオープンしたカフェ、エンメでは扉を開けると美味しそうなパンの香りがお出迎え。常時約20種類のパンを揃えているそう。選ぶのも楽しいですね。パン工房を横目に歩いていくと、柔らかい光で包まれた店内が見えてきました。カウンター横のスイーツも美味しそうです。ではメニューを見ていきましょう。モーニングはオープンから午前11時まで、ランチは11時から15時までやっています。メニューがたくさんあって優柔不断な僕は少し迷いましたが、事前に口コミを見て気になっていたこちらを注文しました。自家製バンズにブラックアンガスと山形牛ブレンドパテを挟んだクラシックハンバーガー。はい、到着しました。クラシックハンバーガーのお好みトッピングです。美味しそう、ね、ボリュームがすごい。これはどうやって食べたらいいんだろういただきます。これすごいな。あ、一応これを包む紙もあるけど、これは多分顎が外れちゃうかな。これで食べたいと思います。すごい。よしよし、全部の具が入る。うん、おいしい。めちゃくちゃジューシーだし、バンズもふわふわ、香りもいいし、やっぱアボカドトッピングにしといたら正解です。めちゃくちゃ美味しいです、うん、看板メニューファーマーズをはじめ、地元食材を使用した料理や自家製パンを提供するエンメは、まさに山形の美味しいを味わうのにぴったりのお店です。食後にはジャパンロースターコンペティションで日本一に輝いた鶴岡市にある自家焙煎コーヒー店コーヒー島と共同開発したオリジナルブレンドをいただきます。酸味は控えめで、程よい苦味と香ばしさが広がるすっきりとした味でした。一息ついたところで次の目的地へ。JR 鶴岡駅から車で約5分、見えてきたのは田んぼの中に浮かんだ洗練された大きなホテル。空気が美味しいですね。中はどんな感じなのでしょうか。なんということでしょう。木のぬくもりを感じる開放的なロビー。このホテルは世界的建築家バン・シゲル氏が設計し、どこにいても田んぼの気配を感じられるようにデザインをされたそうです。いやー、美しい。では早速気になるお部屋へ。柔らかな色味で統一された空間、窓の向こうには一面の田園風景が広がっていました。
ベッドフレームをはじめ万紙デザインの主観が要所要所に使用され、細部へもこだわりが感じられます。では荷物を置いたところで次なる目的地へ。市内から車で約20分、加茂水族館へやってきました。愛称クラゲドリーム館というだけあって、世界的にクラゲの展示が有名です。館内では庄内の淡水魚、海水魚など約140種類を展示するエリア、60種類以上ものクラゲを展示しているクラネタリウムエリアなどがあります。館長さんの海洋生物への愛とユーモアが詰め込まれた、まさに夢のような水族館です。しかもなんと館長さん自ら取った魚を展示するなど、その愛の深さは深海魚もぎょっと驚くほどです。不思議、宇宙人、宇宙人みたい。不思議。これがさ、同じ地球で生きてるって不思議ですよね。では皆さんお待ちかね、メインの巨大水槽とご対面です。インスタ映えスポットとしても有名なこちらの巨大水槽では約1万匹ものミズクラゲが浮遊しており、その息を呑むほどの幻想的な景色には思わず見惚れてしまいました。何時間でも見ていられそうですね。また今回時間が間に合わなかったのですが、加茂水族館ではクラゲを使用したクラゲアイスも楽しむことができます。ぜひ食べて感想を教えてください。クラゲアイスが間に合わなかったので、急遽現地スタッフさんおすすめのフルーツショップ青森屋へ。こちらではフルーツタルトが有名なのですが、残念ながら完売だったためフルーツジュースを注文。僕は庄内産浜王メロンジュースを選びました。でも美味しいところ、美味しいところだけをかき集めたっていう感じ。うん、すごい、めちゃくちゃ甘い。うん、めっちゃ美味しい。ちゃんと庄内の庄内産のメロンを使ってるらしいんですよ。だから新鮮。うん、香りとか甘みがすごい、本当に新鮮。ちょっとね、果肉がね、粗めに残ってるのがいいですね。すごいメロンを感じる。うん、すごい美味しい。日も暮れてきた頃、ある景色を見に水田テラスへ帰ってきました。建物脇のあぜ道を歩いていくと、見てください、この絵画のような美しさ。夕空が水田に反射して幻想的な世界を作り出しています。この時間、この場所でしか見ることのできない景色、これぞ旅の醍醐味です。ではお腹も減ってきたところで夜ご飯を食べに行きます。ホテルから歩くこと約10分、空港でも紹介しました庄内初のとんかつ屋さん、平田牧場へやってきました。店内は
座席の間隔がゆったりしていて、天井も高く開放感があり、古民家風の梁が味わい深い和モダンな作り。掘りごたつ式半個室もあります。平僕おすすめはこちらの金華豚ロースカツ膳。僕はこれに即決しましたが、他のメニューもどれも美味しそうでした。カツを待っている間にちょっと飲みたいなんて方には、こんなちょい飲みセットもおすすめです。こちら、到着しました、とんかつです。めちゃくちゃ分厚い、美味しそうです。これはなんかごまをすって、このソース、オリジナルソースを混ぜてかけるのがこの平田牧場さん流らしいので、その食べ方で食べてみたいと思います。あ、めちゃくちゃ香りしてきた。すごい、ごまをするなんてもう何年ぶりでしょうか。混ぜるすごい、美味しそう。もうこんぐらいが正しいらしいですけど、まあいいでしょう。いただきます。うん、柔らかい、めちゃくちゃ柔らかいで、うん、ごまがね、ごまの香りがすごいして、なんか今までカツにごまかけたことなかったんですけど、うん、めちゃくちゃ合う。なんか甘みがあって、このカツのお肉のね、こう旨味と合わさって、さらになんだ、甘お肉の甘さが引き立つような感じです。めちゃくちゃ美味しい。うん、とんかつだけど、そんな重くないです。うん、意外とさっぱりしてるというか、うん、美味しい。お肉が本当に美味しい。夜の水田テラスは自然と調和しながら佇むリゾート。昼間とはまた違った静かな美しさで包まれていました。旅の疲れを癒すといえば温泉。これからホテル内の露天風呂へ行ってきます。お湯は男女日替わりだそう。本日男湯は月白の湯。水田が目の前に広がる露天風呂、自然と一体になれる感覚で、空気も綺麗でしたし、僕が入った夜には星空も見ることができました。また併設するサウナではセルフでロウリュも楽しめます。お風呂上がりにはぜひホテルのライブラリーラウンジへ。こちらの宿泊者専用ライブラリーには7つのテーマに基づいた約1000冊の本が並んでいます。絵本、アートブック、小説、料理本など、ジャンルも幅広いので、自分好みの本を見つけてくつろいでみてはいかがでしょうか。1日目の最後を飾るのは、酒バー&ラウンジ。こちらでは、フロントでチケットを購入すると、山形県産の日本酒や白ワインを味わうことができます。どれも山形県産かな。で、カードを入れて注ぎ口にグラスをかざす。まあでもね、日本酒にしようかな。日本酒にしたいと思います。じゃあこの恋我流にしたい。これを3秒置くと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、69、80、81、82、83、74、75、76、77、78、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、69、80、81、82、8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 3、74、75、76、77、78、69、80、81、82、
うん、美味しい。やっぱなんか辛口だからすっきりしてて、うん、あいいですね。なんかさっきお風呂入ってきたんですけど、お風呂入った後にこの静かなラウンジで日本酒を飲むってめちゃくちゃ贅沢ですね。いや、いいですね。はい、ということで、今1日目が終了してホテルに戻ってきました。初めての庄内、本当に1日目楽しかったです。はい、ね、美味しいものを食べたりとか、クラゲと写真を撮ったり、あの綺麗な景色を見たりとかね、盛りだくさんでした。残り2日間も楽しんでいきたいと思います。ではおやすみなさい。 ANA で行く山形庄内2泊3日の旅 Day1、 お楽しみいただけたでしょうか。 Day2 は渥美温泉エリアへと移動します。お楽しみに。